職業を決めるよ。大事なこと。最初にあなたの性別を教えて。あなたは日本男児だね。じゃあ次はあなたの顔を決めるよ。顔も遺伝するから、カメラで撮影した後にちょっと手直しするくらいがいいかも。これでいい？次はあなたの苗字。苗字は途中で変えられないから、めんどくさくても慎重に。ついでに名前の入力もお願いね。次はあなたの苗字。苗字は途中で変え、ついでに名前の入力もお願いね。名前も最大で4文字で、入力はあと3つ。前列と後列のバランスをよく考えて、8つの中から3つ好きな職業を選んで。最初に選んだのが当主様の職業になるよ。決意や心情を表すような個性的な組み合わせがいいよ。これでいい？じゃあお忙しい皆さん、あと予想クリア時間を参考に5つのモードから1つを選んで。プレイ中にも変更できるのでお気軽に。あまたの秘宝が保管されている御所の宝物殿。中でも重要なのは、神々から賜ったと伝えられる5つの祭具。その祭具がある日突然と消え失せた。地震、雷、火事に疫病、そこに鬼まで現れて、さながら大災害の見本市だ。聞こえますか？私は天界最高神大将帝、あなた方の子ブム、あなたカムシュゼレイチオ、これか、そしてさあ、よっ、都を追われてこんな辺境に来たばかりにしちゃ、僕の方はこの事件の真相を探る。それにこの人の見た生、ま、多分連中には遊び半分く、人間の獣だ。この仕事、これから大事なことを3つ言う。1つ、一族の2つ、3つ。じゃあまず練習。